日本は2023年度の防衛予算案から従来までのその額を大幅に増額する方針を打ち出し、政権を担当する現岸田内閣は2023年度から2027年度までの5年間での総額を、およそ43兆円規模にまで拡大させることを表明したよ。これが実現すれば最終年の2027年度の防衛予算案の額は、これまで冷戦期から暗黙のルールとして日本の歴代の政権が維持してきた対 GDP 比で 1% 以内という目安を超えて、同 2% の水準にまで引き上げられるな。今回はイージスシステム搭載艦の新造開始について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、こうした防衛予算額の引き上げは今でも一部の野党や団体個人から、これまで太平洋戦争の敗戦以後、長らく積み重ねてきた日本の専守防衛という理念を無にする行いだとして、多くの批判の声が上げられているよ。しかし中国による南シナ海や東シナ海を軍事的な勢力下に収めんとする動きの激化は、台湾有事やその際に派生するであろう南西諸島方面への脅威の高まりを前に、多数の国民からは防衛予算案の増額はやむを得ないと捉えられているんだ。これは選挙結果から見ても現政権与党である自民党と公明党が支持されていることからも裏付けられているが、2022年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったことでさらにその承認につながった感は強いように見えるな。こうした状況下の日本において2024年度の防衛予算の概算要求では単体でことに大きな費用となる、イージスシステム搭載艦2隻の取得費用及び、それに関わる付帯経費として総額で4546億円が盛り込まれたよ。このイージスシステム搭載艦2隻は無論海上自衛隊が運用する艦艇となるものだけど、2024年時点で同隊は8隻のイージス護衛艦を保有運用しており、既存のそれらの艦艇との違いを認識しておく必要があるだろうね。既存の海上自衛隊のイージス護衛艦8隻は、建造が古い順に混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻で構成されており、いずれもアメリカ海軍のイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに日本で建造されたものなんだ。これらのアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や、海上自衛隊のイージス護衛艦がイージス艦と総称されている理由は、アメリカ製のイージス武器システムを搭載する艦艇であるからだよ。イージス武器システムは正式な名称は AEGIS ウェポンシステムマーク7であり、アメリカ海軍と現ロッキード・マーチン社が1960年代から1970年代に新たな艦隊防空を担う兵器システムとして開発を行ったものだな。ただし開発されたイージス武器システムは、当初の主目的であった艦隊防空任務に止まらず、レーダーセンサ類とデータリンクを可能としたコンピュータシステム、それに各種のミサイル等の兵装を連携させることで様々な戦闘に対処可能となっているぜ。これによりイージス武器システムは対空対艦対地等の各局面の戦闘に迅速に対処可能なものとなり、一度に同時対可能な目標の数は実に128機を超えると言われており、それら捕捉した目標から脅威度の高いものから順に重形状を同時攻撃可能とされているわけだ。イージス武器システム自体の1セット分の調達費用はおよそ500億円程度と目されており決して安価とは言い難いものの、1960年代末からアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦や、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦全艦に実装されているね。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は全27隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦はすでに70隻以上が建造されているため、イージス武器システムの調達費用もその大量導入で能力に比してコストパフォーマンスは向上したとも言えるんだ。日本の海上自衛隊のイージス護衛艦は、2024年時点で8隻を保有運用中であることは前述した通りだが、実は2023年度以降の防衛予算案の増額に伴い、さらに2隻を新規に建造することも計画として計上されたな。さて、そんなイージス艦とイージスシステム搭載艦の違いだが、後者は2020年6月に当時の河野太郎防衛相がこれまで導入する方向で進められていた、
陸上配備型のミサイル防衛システムであるイージス・アショアの計画を急遽中止したことに伴い、その代替策として新造が決まった艦艇だね。それまでイージス・アショアは日本の山口県と秋田県の2カ所に配備する計画で、およそ4500億円の費用を投じるものだったんだけど、ミサイル本体を加速させるためのブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で中止が発表されたよ。当時の2020年も現在の2024年でも、日本のミサイル防衛は8隻を有するイージス艦が搭載する迎撃ミサイルによって中高高度では担うこととなっており、これを突破された場合の終末段階用にパック3等の地上兵器が想定されているね。しかし中国による尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への軍事的な圧力が年々増してくる中で、貴重な艦隊防空能力有するイージス護衛艦をこれまで通りにほぼミサイル防衛のみに従事させることは、限られたリソースの配分の点からも厳しくなっていたぜ。そこでイージス・アショアを配備することでイージス護衛艦の有効活用を図ろうとしたわけだが、前述したようにそれはブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で、結果的に断念することとなったと思われるわけだ。個人的にはこれが今のタイミングであれば、イージス・アショアを配備予定であった山口県と秋田県の2カ所に、そのブースターを空中で破壊する仕組み、例えばパック3や降車機関砲等を専属配置する案も出せたのではないかと感じるな。それらが確実にイージス・アショアのミサイル本体から切り離されたブースター部分を、民間に被害を生じさせないように破壊できるか否かは断定できなくとも、今のロシア・ウクライナ戦争を見れば本当の戦時には多少の犠牲もやむなしとの判断も下った可能性はあるかもしれないね。仮定の話をしてもしょうがないかもしれないが、何にせよ日本はイージス・アショアの導入を断念したため、その代替手段を検討し再度そこで選択された手段を迅速に配備する必要があり、それがイージスシステム搭載艦2隻の新造と相なったぜ。当初はもっと大型な艦艇となるとの情報も流布され、一部でその規模に疑問の声も上がったイージスシステム搭載艦だったけど、その後は縮小修正され基準排水量で 1.2 万トン、全長で 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルとアナウンスされているね。それでも最新鋭のマヤ型護衛艦のスペックが、基準排水量で8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルであることに比べれば、イージスシステム搭載艦は一回り以上は確実に大きいことになり、海上自衛隊で最大の水上戦闘艦となることに変更はないみたい。現時点で防衛省サイドからはイージスシステム搭載艦には、主目的であるミサイル防衛用にアメリカ製の迎撃用ミサイル SM3 ブロック2A 及び SM6 を実装する予定だと説明されており、これでイージスアショアの役割をカバーする方向だな。これに加えてイージスシステム搭載艦では、先頃日本がアメリカからの調達を決定したトマホーク巡航ミサイルの運用も行う予定であることが打ち出されており、かつ国産で開発中の1に式地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用も予定されているというぜ。イージスシステム搭載艦浜屋型などの既存のイージス護衛艦と比べ艦隊が大型化されていることもあり、SM3 ブロック 2A 及び SM6 やトマホーク巡航ミサイルを運用するんく。41VLS の数は実に128セルとマヤ型から32セルも増加しているらしい。国産の1に式地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用の運用については、マーク。41VLS には運用統合がアメリカ側の OK ができないため、専用の4連装の発射塔を別途2機実装すると目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。